高雄松雲アーボス電車は、2015年に台湾高雄市の高雄松雲環状計器、高雄ライトレール、LRT 環状線で運用を開始した超低床路面電車車両。正式な形式名は開業後もないが、現地では、小緑緑、小龍龍、反対時中国語小の愛称がある。オスライトレールでは、環状線の全線開業時で14編成の車両を調達する予定で、このうち第一期区間用にスペイン CAF から9編成の 100% 低床車両であるアーボス3が導入された。2013年に CAF のコンソシアムが入札で優先交渉権を獲得。第一編成が2014年に台中港経由で高雄に搬入された。台湾では初の営業用ライトレール車両であるとともに、台湾初のスペイン製車両。過去に高雄市政府では、2003年に中央公園、中国語版でシーメンスが列車一式を提供し、展示やデモンストレーション走行を行うなど、建設の機運を高めていた。市政府が策定した環状線の全区間無架線方式の使用に応じ、CAF は自国のセビリアで実績のあった無架線走行が可能な仕様を提供した。2014年8月に海上輸送で台湾に上陸した第一編成は、高雄ガス爆発事故により全沈機床が使用不可となったため、高専の南機床中国語版で一時保管された後、11月より環状線で試運転を開始した。2015年秋に一期区間の一部でプレ開業を迎え営業運転を開始したが、15編成の追加調達を公示した翌2016年8月の2期区間機電工程入札では、中国鋼鉄アルストムコンソシアムに敗れたため、導入は9編成にとどまることになった。ほとんどの部品を国外製品に頼っているが、2020年代以降に到来する更新時期に合わせて一部国産品の採用を目標にしている。この車両はスペインの CAF が製作し、自社ブランドのアーボスの3台車5車体の連接車両をベースに、エクステリアデザインをイタリアの十字アーロが担った。走行装置はニッケル水素充電池の電気二重装キャパシタによる ACR、スペイン語。アクムアラドルでカーガラピダ。英語ラピッドチャージアキュミュレーター。急速充電ユニットを搭載。停車時の急速充電と液管での無架線走行を実現した。キャパシタは 1.4km 分の走行電力を充電できる。構成はモジュール品による車体生産や偶数号車が無台車構造であることや、車両間の特殊な連結構造及び3両目、屋根のパンタグラフ搭載などの構造で、後発の台湾国産車両、単回機電車と類似している。駅ホームにある合体化線では、パンタグラフを上昇させ、自駅までの電源の20秒以内での急速充電を可能としている。途半能力は60パーミルまで対応している。ブレーキは奇数号車にあり、無動力台車の3両目にはハイドロリック、油圧式ディスクブレーキ、電磁吸着ブレーキの2種を、制御電動車の両端2両はそれらに電力再生ブレーキを加えた3種を装備している。外観、素材はステンレス鋼及び耐候性鋼を使用している単回機電車と異なり、アルミニウム合金が使われている。先頭部は流線形状で、運転室は大型の曲面ガラスが採用されている。上部に LED 式光先表示器が、下部連結部周辺には高雄松雲と CAF のロゴが配置されている。先頭両側には監視カメラがあり、運転室で映像を見ることができる。塗装は白が主体で、緑色の帯は前面が窓を囲む楕円形。側面はストライプ状にあしらわれている。連結部はホロで覆われている。
側面ドアは幅 1.3 メートルのプラグドアが採用され、乗客自身で開閉操作を行う手動のドアボタンで省エネとバリアフリーを両立している。内装のカラーリングは超低床の床面から天井板に至るまで白主体の単色となっている。天井には LED の旅客案内装置があり、吊り革は高線や立花線の高運量電車と同様、ゴム素材が採用された。保安持ちに煙探知機も設置されている FRP の座席部分は人体工学に基づいた設計となり、背もたれの上部には金属製の手すりがある。台車配置の関係で、奇数号車は固定式クロスシートが、無台車の偶数号車はロングシートが採用された。博愛座優先座席は色がライトグリーンで、その他と明確に区別されている。左右ドアの中間にはスタンションポールがあり、IC 乗車カードのリーダーや旅客案内装置の固定にも使われている。